2008年のジャパンエキスポにて、水口豊男性男性、1958年12月8日代は、日本のアニメのメカニックデザイナー、特撮のキャラクターデザイナー、アニメ監督、イラストレーター、漫画家、東京都生まれ、1974年放送の宇宙戦艦ヤマトのファンになり、アニメ業界に興味を持つようになる、ヤマトアソシエーションというファンクラブの会員だった、 1978年、東照大モスの敵ロボットデザイン担当でデビュー。同作でスタジオヌエのメンバーや東映のプロデューサー、鈴木武之とも知り合い、活動の場を広げていった。1980年代には SF 作家の豊田有恒が主催した創作集団パラレルクリエーションに所属。以後、漫画執筆、小説の差し絵など漫画家兼イラストレーターとしての活動も始める。 その後、ガンダムシリーズや、機動警察、パトレーバー、スーパー戦隊シリーズなどの多くの作品で、メカニックデザインを手掛け、2002年、テレビアニメ、ラーゼフォンで、初監督を務める。アニメや特撮などの空想世界のみならず、川田工業株式会社の二足歩行ロボット、HRP-2 の、外形デザインイメージも担当した。特撮作品への初参加は、 科学戦隊ダイナマンだが、大戦隊ゴーグル5の頃から、プロデューサーの鈴木武之から声をかけられており、この時は伊豆淵が、スケジュールの都合で断ったとのことである。ダイナマンから、超新星フラッシュマンまで4年連続で、出来側のキャラクターデザインを歴任。シリーズの交番は、伊豆淵自ら申し出たが、2012年、特命戦隊ゴーバスターズで25年ぶりに、 シリーズに参加した。2012年、自身のファン作品である宇宙戦艦ヤマトのリメイク版、宇宙戦艦ヤマト2199の総監督を担当している。また、長年にわたって、東っぱなし学園映画専門学校でアニメーション映像科の講師を務めており、キャラクター表現ゼミを開催している。友人の結城まさみが1987年に、 渋谷で行われた、伊豆淵の古典に寄せた漫画では、伊豆淵は、僕は嫁さんよりも娘が欲しいと言っていたことがあると、いう。特撮アニメ漫画ゲーム。ありがとうございます。